海と島の歴史資料館は、広島県豊田郡大崎上島町にある資料館。別称、大月亭大崎上島にある歴史民族資料館。建物自体は1875年寄港1881年、春光。大望月と呼ばれた大崎上島の持月清の宗家で、江戸時代から明治に、海鮮創業、造船業で鳴らし大将、昭和にかけて、 政治家一家として知られた持月家の邸宅。元内務大臣、持月圭介、元広島県議会議員、持月俊吉、持月おつなの三兄弟の成果である。持月家が手放し人手に渡っていたところへ、大崎上島町が買い取り資料館として再整備し2002年開館した。管理は、大崎上島町教育委員会、島の歴史文化資料を展示している。 特に県下の海鮮業の歴史、等の宝百景である、回転魔競争の資料、等の北側が、国の天然記念物、スナメリ海遊海面であるためその資料、を、当時の船乗りが見聞きして書いた桜田門外の変の図と書状が貴重な資料である。北側には、大崎公園があり、毎年春には桜祭りが行われている。三兄弟の父で、第一回見解の時の権利、 も月東之助のが建てたもの。当初志向は近隣の宮大工によるもので、具体的な名前は不明。資料館として、再生美人の設計は愛設計。志向はマスをかくみ。建築面積726平方メートル。延べ床面積712平方メートル。おもや長屋門、展示棟からなる。通称、地獄造りという建築様式で、 木組みには釘を使わずすべてはめ込み、組み込みで、当時はたった一つあるところを解くと、家がバラバラになると言われていた。主部材は津賀日の木けやき、土間には栗が用いられている。武家屋敷を思わせるような壮大な建物となったのは、当時島内には宮本家という商売的の海鮮丼屋がおり、餅月家はこれに対抗しようと、大きな邸宅を構えたため、 あるいはこの時代のもち家は三菱、高島炭鉱からの石炭運搬を一手に引き受け、造船業や石灰、石材など、建築資材の運搬など島の経済を支えたほどの豪商であり人が多く出入りしていたことから大きくせざるを得なかったため、島外から島内へはすべて船でのアクセスになる。ありがとうございます。